ユーリー・ギジェンコは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ムイコラー・ユーシュー・イラナッツ出身のウクライナ系、ロシア人の宇宙飛行士、ロシア空軍の大佐である。ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで、テスト宇宙飛行士を務めた。1961年に、オルガ・ウラジミロフナ・ナシャポバーロバと結婚し、二人の息子、セルゲート・アレクセイを設けた。ロシア連邦英雄受賞者。 ギジェンコは1983年にハルキウの高等軍事パイロット学校1994年にモスクワステートユニバーシティ・オブ・ジーダシーカートグラフィーを卒業した1983年にパイロット学校を卒業するとギジェンコはパイロットとしてロシア空軍に入隊した1987年12月から1989年6月まで彼は テスト宇宙飛行士の候補として基礎的な訓練を受けた。1989年9月以降には本格的な訓練を受けた。ギゼンコはパラシュートの訓練の教官も務め合計145回のパラシュートでの飛行を経験した。1994年3月から10月まで彼はユーロミール94のバックアップの機長としての宇宙飛行の訓練を受けた。 1994年11月から1995年8月まで彼はミールへをマイナス20のためにソユーズ TM での宇宙飛行のための訓練を受けた。ギジェンコは1995年9月3日から1996年2月29日までミールに滞在し180日間以上を宇宙で過ごした。1996年10月ギジェンコは 第一次長期滞在の一員として国際宇宙ステーションに滞在することが決まり ISS のパイロット及びソユーズの機長としての訓練を始めた。2000年10月31日から ISS に滞在し2001年3月21日まで140日以上を宇宙で過ごした。2002年4月25日には欧州宇宙機関のロベルト・ビットオリ、 宇宙飛行関係者のマーク・シャトルワースと共に、ソユーズ TM-34 で、機長として、再び宇宙を訪れ、9日間を過ごした。ありがとうございます。